皆さんこんにちは。異常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマはなぜ Amazon で商品を買ってしまうのか、教室制約率が劇的にアップするコツということについてお伝えしていきたいと思います。皆さんどうですかね。 Amazon とかで商品買ったりしますよね。おそらく、まあ、人によっては Amazon、楽天、ヤフーとか、まあ、いろいろとこう何が一番よく買ってるかっていうのはねあると思うんですけれども、私はプライム会員に入ってるっていうこともあって、送料が無料になるということもあって、圧倒的にAmazon が多いですね。はい、Amazon で買ってることが多いです。で、特に今回ですね、全面リフォームをして昔使ってたものとかを一回仮住まいに行くときに結構処分したんですよ。で、新しい家に来たときに、まあ新しいものを買えばいいかみたいな感じで結構処分したんですね。で、まあ買っているんですけども、ある同じ品物を買うときに結果Amazon で買ってしまうことが多いことに気づいて、でそれっていうのはクライアントさんのお話を聞いていた時の教室の、いろんな、イベントとかの、ね、制約率の考え方と似てくるかなっていうふうに思ったので、今日はそのテーマでお話をしてみたいというふうに思ってます。はい、ではね、本題に入りたいと思います。まずですね、私はなぜ Amazon で買ってしまうのかっていう話なんですけれども、基本的にですね、配達が早い配達が早いんです。例えば A っていう品物を買ったとするじゃないですか。で、別に楽天とヤフーが悪いって言ってるわけじゃないですよ。私は結構買いたいと思ったら早く手元に欲しいタイプなんで、その今から何時間以内に、例えば6時間35分以内に頼めば明日届きますとか、結構そういう商品が Amazon の場合多いんですよ。で、例えば全く同じ商品でほぼ値段が一緒、例えばそれが5300円とか5250円とかレベルで、 Amazon だったら翌日届く無料配送で、例えば楽天とかヤフーだった時には50円仮に安かったとしても、例えば日付指定があと2日後とか3日後とかになってしまうようなケースがあったら、50円レベルとかだったら圧倒的にアマゾンで買うんですよね。で、これがじゃあ50円がいくらまでだったら早く欲しくって、買うのかっていう話なんですけど、それはですね、物にはよるんですけれども、すごくそれが急いで欲しいものとかだったら、特に大型の商品、そうですね、例えば1万円超えする商品で1000円か2000円仮に変わったとして、私がそれをその日に欲しいっていうことの方が優先される内容だったら、やっぱり無料配送で日付翌日届きますって言ってるアマゾンで買っちゃうんですよ。だから結果ここの、そうですね、2ヶ月ぐらい、もういよいよ戻ってくるって分かると、どんな商品が必要かっていうのが分かってくるので、一旦は調べるんですよ。同じ商品とか、例えば一覧で出るじゃないですか、金額とかで行くんですよ。楽天とかヤフーとかね。でも届けの日数が翌日っていうのがね、ほとんどないんですよ。だいたい2、3日後か、場合によっては1週間後とか。で、Amazon も全てが翌日じゃないんです。だけど、圧倒的に今から何時間以内に頼めば翌日とかっていう風に書かれてる、割合が高いんですよ。これはどういうことなのかっていうと、アマゾンってもともとその流通を制するっていうところから、商品っていうか通販事業部を始めているので、広大な倉庫ですね、そこから、あと倉庫から注文を受けてから倉庫から出荷するまでの、すごいオペレーションシステムがあるんですよ。 AI が入ってる。
ピッてそれを受注したら、なんかこうねベルトコンベアの流れに乗って出荷されるまでっていう、なんか私ドキュメンタリーかなんかでテレビで見たことありますけど、あ、このシステムが入ってるから何時間以内にっていうと明日って言えるんだっていうのが分かったんですけれども、やっぱりね物流がすごいんですよ。宅急便屋さんと提携してるっていうのも当然あるんですけれども、とにかく早いで、そこを目指すって言って、会社の方のオペレーションを開発してるんで正しいんですよ。で、結果そういう速さを求める人たちがアマゾンで買うと、結局アマゾンで買うじゃないですか。で、そうすると出品者もアマゾンで出品をするようになりますよね。そうすると結局アマゾンに出しておけば、売れるとなるとアマゾンに出しますよね、出品者もね。もちろん手数料取られますよ、取られるけれども、そうすると私が探しているものがアマゾンで見つかる確率がまた高くなるんですよね。で、高くなって他が売ってても他より早く届くんですよね。そうするともうなんかまんまとね、アマゾンのサイクルにはまってるなとかって思うぐらいに、値段勝負じゃない部分で勝ってるっていうのをアマゾンでついつい買ってしまう、その、この現状を考えた時にすごくね感じたんですよ。2ヶ月で買った量すごいですよ、いろんな雑貨とかいろんなもので、どうしてもデザイン的に欲しいものとかもうこだわりがあるものは待っても買うんですよね。例えば海外通販のインテリアで時計を買ったりとかですね。時計ってそんなにしょっちゅう買い替えないんですよ。私前の時計とかが結構どれぐらいだったかな、もう10年以上使っているような時計とかもあるんですね。だから結構ですね、一度買ったらそんなに買い替えないなって分かってるものは、納期が海外から送られてくるのを待ってください、納期見てみたいに言って1ヶ月とか書かれても待てるんですよ、その一品がどうしても欲しいから。だけど代替が効くような、他でも買えるようなものとかだと他と比べて早いところが当然いいわけじゃないですか。めちゃめちゃこだわりがあって、その一品をどうしてもそこでないと買えないなら待つんです。だけど代替が効くものとかだったら待たないで、早くて、無料で配送してくれるところ、割とね楽天のところとかは有料配送になっちゃうケースとかが多くって、一瞬本体価格が安いんだけどアマゾンの無料の方が安くなっちゃうとかいうのもまああったりするんで、別に私はアマゾンの回し物じゃないんですけれども、結果アマゾンで買ってることが多いっていうことがあったんですね。はい、まあ、これがちょっとね前提のまず私のエピソードなんです。で、じゃあそれがなんで教室の成約率がアップすることにつながるのかっていう話なんですけれども、これは時間と機会、チャンスですね、これの掛け算っていうことになります。どういうことかっていうと、私はもともと営業職なので成約率っていうことにはものすごくこだわるわけですよ。で、成約率を上げるのってものすごい素敵なプレゼンができたりとか、ものすごいこう相手の人が驚くような商品提案ができれば決まるって思ってる人いるかもしれないんですけど、もちろんねそれは大事なんです、大事なんですけれども、それよりも大事なのがタイミングなんですよ。タイミングっていうのはどういうことかっていうと、相手の人が欲しいって言った時にすぐ目の前に出すことっていう、これが結構大事で、私がコンサルをしている教室の先生で、タイミングがずれて商品が売れていかない人って結構多いんですよ。もったいないなと思います。だから、具体的にどういう事象が起こってしまうかっていうと、例えば、ある企画商品とか作ったとしますよね。6ヶ月もののコースレッスンとか1年もののコースレッスンとかで、リリースをする時期っていうのは当然あるわけなんですよ。で、リリースをする時期もみんなが欲しがるであろう背景がある時期にリリースした方が売れるんですよ、同じ商品だったとしても。まああんまりいい例じゃないかもしれないですけど、例えば災害が起きた後って防災グッズ売れるじゃないですか。
備えあれば憂いなしって言って、あれと似たような状況ですね。だから社会情勢がどういう状態になっていて、皆さんの心理がどういう状態になってるかを把握して売る必要があるんですよね。だからそれっていうのは普段からアンテナを張っている必要があるし、普段からお客様がどういうこと、生徒さんなんだけど、どういうことを考えているのかっていうのを知っておく必要があって、で、しかるべきタイミングに、スピードを持ってして企画を作る、販売するっていう、これができることが成約率が劇的に上がるコツです。そんなのとか思うかもしれないですけど、スピードですね。スピード。だって例えば欲しいって言ってる人がいた時に、私が例えば明日その商品を今日の晩徹夜して作ってリリースをして、他の先生が1週間とか1ヶ月かかってリリースしたら、翌日にリリースした私の商品がたくさん売れるのは目に見えてます。皆さんが同じその時に社会情勢に対する不安を感じているのであれば。だから欲しい人が欲しい時にどれだけスピードを持って提供できるかっていうのが非常に大きなポイントになっていて、このスピードが遅い人が多い。遅い遅い とにかく遅い。これは私のね、クライアントさんがダメだって言ってるんじゃなくて、もっと普通の先生もっと遅いんであれなんですけれども、今売れるよねっていう商品があるとするじゃないですか。それのリリースが、で、それいつ売るのって言ったら、これから作って、こうやって、で、やって、またこれを作って何をして、試作をしてとか言ってると、大体1ヶ月後とか言う方多いんですよね。1ヶ月経ったら気持ちも社会情勢も全部変わっちゃってるんですよ。だから、売れそうって決めたら1週間以内です、大体。なんなら3日でリリースしてほしいっていうような時もあります。だけれども、例えば長期案件でもうこれは1年プランの中のここで売るって決めてるぐらい、ちゃんと1年を見据えて一番売れる時期にドンピシャで当てるんだっていうものは、別に何ヶ月かかってやったって構わないですよ、全然。例えば私の本なんかはそれになりますよね。自分がどんなに執筆早くても、今のところの私のスピードは2ヶ月くらいかかるんです、1冊書くのに。で、私だけのスピードじゃ終わらないものがあるんです。それが出版社とのやり取りで、タイトルを決めるとか、表紙をデザインしてもらうとか、私が書いた文章を構成してもらって、お互いに納得がいくように本を仕上げていくっていう時間がどうしても必要なので、やっぱり半年から10ヶ月ものぐらいなんで、それはね、スピードが早まらないんですよ。だから、その内容を見越して全部キャンペーンとかプロモーションとか契約した段階で販売方法まで考えてるんです、長期スパンとして。なので、結論として言いたいのがですね、スピードが結構商品の売り上げとか集客をものすごく大きく左右するということなんです。なぜならば、欲しい人っていうのは今欲しいから、その今を逃すと売れなくなる可能性がすごく高いんです。だからすごく一生懸命検討して、遂行して、写真も頑張って撮ってって言ってる間に半年経っちゃったら、その商品ってもう売れなくなっちゃったり、他の人がリリースしちゃったら、その人そっち買っちゃうんで、いらなくなっちゃったりするんですよね。だから私が感じているのが、教室の先生にはスピード感が足りない もっとスピードを持ってやってほしい。だから大概私に報告してくださるスピードが遅すぎるので、3分の1から4分の1ぐらいの期日でやってくださいっていうふうに言うと、だんだんそこが上手にサイクルで回ってくるようになります。なので、うちのメンバーでも集客がよくできてて、商品が売れてる人は期日の設定が早いです。あ、いいね、それならいいね、頑張ろうみたいな感じで、私すぐ OK 出すレベルの期日で言ってきてくれるので、だいたい売れてます。売れない人はめちゃくちゃ時間がかかってる なんでそれがそんなに時間がかかるのかわからないって、詰めていくと、なんかいっぱい直しを自分ですることをすでに前提条件として考えているケースが多くて、慎重なのはいいんですけど、販売しながら商品作るぐらいの勢いの方がいい場合があります。なので、世の中は
かなり今スピードが上がっているので、そのスピードに合わせないと売れる商品も売れなくなるっていうことを、分かっていただいて、考えすぎ、動けなさすぎの方は、ぜひスピードアップを心がけていただければというふうに思っております。はい、そしたら本日のまとめです。なぜAmazon で商品を買ってしまうのか。教室成約率が劇的にアップするコツは、スピードと機会、チャンス、タイミングになります。こちらの方、ぜひご自身の商品作りの時に検討してみてください。それでは。